おー、かっこいい。お前歩け自分で。もういじめられてんじゃん、はぶられてんじゃん。いいね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 。はい、打ちます。あんまいいんだよな、お前らの戦いに興味がねえ。かっこよ、なにこれ、めちゃめちゃかっこよくないか。なんだこの演出。おお、かっこいい、マッチすげえ、めっちゃかっこいいじゃん。おお、え、ダッシュしたし、なにこれ、あれ、ん、何してんのこれ。あ、これマリオゴルフだよね、マリオゴルフ。あ、二刀流、二刀流なことあんの、大丈夫それ、ルール違反。おお、リボン体操してる、これ何の競技、ちょ、誰か誰か、あれ、俺買ったのだよね、合ってるよね、マリオゴルフですね。マリオゴフのね、最新作が出たってことでね、買ったんですよ。てってけてーじゃないね。なんだその秘密道具。何してんだ。クッパ、火吹いたぞ。おいおい、スポーツマンシップに乗っとれ。マリオの身体能力エグいな。おっと、うわ、ジャンプ力高っかー。おい、はい。ん、あ、なんかあれか。あの、なんかスピードゴルフみたいな、今作から導入されたシステムをイメージしたオープニングってことなのかな。おい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 、絶対にゴルフクラブ握れないやつ出てきたぞ。ああ、コミカルだな。あ、なんかそういうアイテム的な。お前歩け自分で。何してんだよクッパ。ああ、片手で、おーおー、ええー、ああ、流されてく流されてく流されてく、なるほどね、そういう要素が。あ、スターとかも要素あるんだ、無敵になったぞマリオ。かっこ悪いなぁ。いい、ナイスショット。お、ボックス触るとなんか、あ、阻まれたりするんだ。そういう要素もあるんだ。あ、ん？大丈夫か今の。で、クッパ、お、いけるか？決めるか？決めろ！決まらないんかい。何してんの？ああ、クッパが、おい、ゴルフで死んだぞ。ゴルフで死んだぞ、今人が。人が死んだぞ。人って言っていいのか分からない。おー、ナイスショットだ。いやいや、待って待って。いや、今のマリオの力じゃないぞ。お前何もしてねえだろ。おとぼけしたなぁ。ピクサーみたいな終わり方したぞ。はい、ということで皆さん、どうも、バルさんです。ということでね、今日から、マリオゴルフ、スーパーラッシュと、最新ゲームをね、やっていきたいなと思います。この中の、今日やりたいのは、これね、まあ、いろんなね、モードあるんだけど、このマリオの世界を冒険っていう、なんか自分の身、あ、ごめん、やばいやばい、説明途中出しちゃった。これ、あの、僕のアイコンをイメージした、キャラね、さっき作ったんですけど、っていうね、なんかこいつが成長していくアドベンチャーゲームみたいな、まあ、ストーリーモードなっていうのかな、っていうのをできるっていうのをやったんで、これちょっとやっていこうかなと思いますよ。あ、これオープニング飛ばすか、これは。ん？テレビみたい。あんな古いテレビないけどな、ブラウン管だな。あ、テレビを消しましたね。キノピコ、キノピコ？はい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 。消したわよ、キノピコちゃん。だって試合なら終わったでしょ。キャサリンってさ、なんかどういう生き物なんだろう。ああ、確かに終わったんだが、今からマリオのスピーチだぞ。いいところだったのに部屋に戻れっていうのか。マリオ信者だブル。いやね、ブルちゃん、あなたにとってはこのテレビよりも明日のセレモニーの方が大事なはずよ。セレモニー、明日のあるんだ、なんかそういう大事なやつが。そうだぜ、明日は研修生としての所属式だ。早くベッドに入って明日に備えるんだな。なんかスネ夫みたいな言い方になっちゃうな。俺もそろそろ寝るとするぜ。ママーママー、似てるかな。うふふ、あなた物分かりが良くて助かるわ。今回の研修生は個性的な子ばかりだから、どうかなっちゃうかと思ったわ。どうなっちゃうかと思ったわ。ふん、ま、調子のいいやつだお前、お化け。いいこと、いい、鋭いな。
ツッコミ逃してたわ。そうだよ、お前お化けなんだから寝ないだろ。そういうゴルファーが意外と手強いんです。私も寝ますね。早速の所属式ですから、支配人やコーチへの第一印象、確かに第一印象ってめちゃくちゃ大事だからね。社会人になって思うわ、第一印象が一番大事。第一印象さえ良ければその後なんか変なことやってもある程度許してもらえちゃうみたいな。キノピコちゃんは良い子だけどベテランみたいな。いやだな、そういう計算高い人はあんまり友達にいたくないよね。味方になると強いけどさ、敵になった時超怖いみたいな、そんな感じになっちゃうじゃん。いつも何を考えてるかわからねえ。とにかくボールはパワーで吹っ飛ばせばいいだろう。すごいな、パワータイプすぎんな。見た目通りだな。パワーだけじゃ勝てませんよ。大事なのはここ。聞こえた？頭トントンってやったんだけど。ちょっとのことでは動じないっていうのはゴルフに必要。確かにね、メンタルのスポーツって言うからね、ゴルフって必要なのは正確なショット力だ。うん、大事大事。さあ、来た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 。あ、待ってたよ。ほら、こっちに入ってちょうだい。そんな、ないよないよするな。俺のアイコンを参考に作ったんだけどさ、どうかな。なんか全然うまいことできなかったわ。紹介するわ。この子はバルサンちゃん。あなたたちと同じで明日からこのセンアンスコの研修生になるのよ。え、そういう名前なんだ。そいつが研修生？へえ、そうなの。うふ、よろしくお願いしますね。よろしく。ひれ伏せ。ゴルフ協会から急に連絡が来てね。この合宿場に着いたのはつい先なのよ。なあなあ、お前何ヤード飛ばせるんだ。はいはい、パワーバカ。黙ってろ。テクニックだ。ゴルフはパワーにしか興味ありません。あ、ブルーはパワーにしか興味ありませんから。今日めちゃくちゃ噛むな。ごめんなさい。噛むし読み間違えるわ。さあ、あなたたちも自己紹介なさい。あなたたちもっていうか、俺自己紹介したか？あれ、自己紹介って言っていいのか？俺はブルー。すぐにライセンスもらって世界一の飛ばし屋になるぜ。世界一の飛ばし屋になるっていう目標はゴルファーじゃ叶わないと思う。なんかあるったら他に。私はキノピコ、同じ研修生同士、仲良くしましょうね。うふふ。めっちゃ怖そう。絶対嫌なやつじゃん、あいつ。いじめてくる、多分。俺がテニスだ。フェアに叩こうじゃないか。キキキ。悪いな。このソファー3人座りなんだ。めっちゃ嫌なやつじゃん、お前もか。お前もそうやって新入生いじめすんのか。あなたたちそれだけ？それだけ？俺はもう行くぜ。明日に向けて筋トレをする。ああ、でも筋トレって毎日しない方がいいって言うけど、大丈夫？今日、毎日やってない？なんか毎日やると逆につきづらいみたいな言うよ。私も寝ますね。早く寝ないとお肌が荒れちゃいます。ああ、確かにね。早く寝るのは大事。今夜だけど。マイペースのやつだぜ。キキキ。テレサやっぱ可愛いんだよな。はあ、本当にもう困った子たちだわ。さあ、バルさんちゃん、あなたも疲れてるでしょ。今日はもう部屋で眠りなさい。なんかすごいな。この合宿場なのかな？を移動できるんだ、いろいろ。キャサリン、ママと呼んでくれてもいいのよ。呼びません。絶対に呼びません。一番奥はあなたの部屋よ。明日はコースの所属式だから、絶対に遅れちゃダメよ。コースの所属式ってなんだろう、そもそも。ああ、ああ。今日は遅いから、一番奥のあなたの部屋で早く寝なさい。外に出してくれねえ。軟禁だ！この今日、おいおいおい、調べることもできねえのかよ。おい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 。軟禁じゃん。軟禁状態だぞ。一個も自由がない。一番奥の部屋って、ここは誰のや？ここキノピコ、入ってみる、一回。え？何？勝手に入らなくてください。乙女だな。乙女だな。ブルー。ふん。パワーで俺は勝つ。トレーニング中か。背中乗ってあげようかな。ぐーぐー、しまった。ダブった。早いな、寝るの。幽霊なのに寝るのめちゃくちゃ早い。さあ、ここが俺の部屋と。やだな、奥の部屋か。まあ、角部屋っていう、まあ、いいことなのかな。寝ましょう。さあ。ね、明日からどういう生活が待ってるのか全然イメージつかないけど、クラブハウス前の支配人に挨拶に行こう。行きましょう。行きます。すぐに行きます。支配人、みんな起きてる？お、起きてるのかな？え、いない。成仏した？ブルの部屋。ここで、いない。さあ、キノピコの部屋。ここ、いない。キノピオにお持ち帰りされたでしょ。あら、起きたのね、バルさんちゃん。起きたよ。ずっと帽子つけながら寝たからめちゃくちゃ寝心地悪かったわ。ん？いいえ。なんだ、目が覚めた。おお。ちょっと煽ってきてんな、こいつ。ちょっと煽ってんな。そろそろ所属地の事件はいいよ。合宿場を出て道をまっすぐ進めば着くわよ。ありがとうございます。他の3人。おお、呼べよ、あいつら。もういじめられてんじゃん。はぶられてんじゃん。かわいそうなバルさん。
やだわ。いや、朝起きていきなり勢いはなくない？なんかさ、ないの？ご飯。ここがキャサリンの部屋？もしかして。朝ろうぜ。ベッドめちゃくちゃにしてやろうぜ。さあ、行きましょう。なんだよ。さっき言え、それは。あなたたち研修生のこと、村の掲示板に載ってたわ。研修生期待されて村。有名なんだ。声かけられたらちゃんと笑顔で返事するのよ。まあ、挨拶って大事だからね、やっぱり。洗顔少しし。すごいなぁ。めちゃめちゃ広そう。オープンワールドかな。これが新しいゼルダの伝説か。バルサナさんですね。ものすごいゴルフのセンスに。まあな。チョロップ好きなんだよな。かわいいよな。ゴルフ自慢の僕たちを相手にして君の勝てる。二人目だろ、この。噂の研修生。そうだ。私が研修生だ。練習コースも充実していて、世界中からゴルファー来る。ああ、なるほどね。詳しいマップがあるか見てみるといいよ。あ、すごいね。めちゃくちゃちゃんとしたアドベンチャーっぽい感じするわ。この村の住人はみんなゴルファーなんだ。もちろん俺もゴルフやってるぞ。お前、クラブ持ってるのか？あ、違います。打てないから大丈夫ですよ。ちょうど今から試験を始めます。いやいや、断ったのに、違うんだよ。まだ行きたくない。話したい人がいっぱいいた。今、近くにめちゃめちゃ無視しちゃった人いるじゃん。どうやら全員集まりましたね。集まりましたよ。ようこそ研修生の皆さん、支配人か。あなたが、他のやつと見分けつくかな。このセンアスコカントリークラブは、この町のゴルフの聖地であり、多くの優秀なゴルファーが生まれています。まあね、俺を含め、この村は伝説になるでしょう。そんなゴルフコースに所属するみんなは、とても幸運なプレイヤーなんですよ。やったぜ！幸運っていうかね、まあ俺はどこにいてもセンスは磨かれるけど、まあ来てやったと思ってほしいわ。このクラブの支配人です。そして、ヘッドコーチです。名を名乗れ、支配人。支配人って名前か？支配人か？名乗れ。彼はとても有能なコーチなんですよ。今活躍しているプレイヤーの多くは、彼がコーチしたプレイヤー。そう、ヘイヘイ。皆さんはゴルフの素質を見込まれ、特別に選ばれた。まあ特別って言われたらもう気分悪くないわ。どうかこの恵まれた関係で自分たちであんま言わない方がいいわ。こっちが決めるわ、それは。素晴らしい実力を開花させてください。もう開花してるけどね、俺ぐらいになると。でみんなに例のものを。さあ、これはスマートデバイス、おー、アップルウォッチ的な、プレイの記録やスコア管理以外にもいろんなサポートをしてくれますよと。名前呼ばれた順に受け取りに来てください。ブルさん、お薬ですよ。あなた、飛ばすらしいですね。期待しますよ。飛ばしなら負けないぜ。OB してろ、お前は。キノピコさん。はい。あなたはクレバーなプレイヤーらしいですね。どんなゲームプランでプレイするのか、ぜひその力を見てみたいですね。飛ばないんだろ。お前、飛ばしちゃった、ごめん。キノピコのことめっちゃ嫌いな人みたいになっちゃった。ごめん、そんなことないよ。テレサさん。ティケ。あなたはショットのキレが素晴らしい。ショットメーカーに磨きをかければ、体格の代償は補っていけるでしょう。確かに、テレサってどのマリオゲームでも、めちゃくちゃ、なんだろう、テクニックのあるキャラで、それこそマリオテニスとかめちゃくちゃ強いイメージあるんだよね。そして、バルサンさん。未完の待機です。まだまだ完成の域な、遠いとか言うな。見とけよ、マジで。将来楽しみですよ、と。俺だけ何に期待されてるのかわからんな。スマートデバイスを腕につけて。そして、ピッペー！イェーイ！皆さんのデータはすでに入力されています。確認のためにスイッチを入れてみてください。スイッチを入れると最初に表示されるのがその画面。ん？ OK。皆さんが目立つランクについて説明します。あ、これがアップルウォッチの中身ね。ライセンスの色が白い下地ならまだ最も低いランクであるストーンです。最高のランクはプラチナですと。なるほどね。ここがレベルアップして色変わっていくってことね。スマートデバイスで管理して、トーナメントでレベルアップしていくな感じだね。はい。リ。最後に皆さんがトップゴルファーになるため、サポートしてくれる方を紹介します。おうおう、あ、キノピコの男じゃん。まあ、昨日お持ち帰りしてたな。昨晩はお楽しみのようでしたね。こんにちは、キノピオです。京都に広まっていました。今、王国ではゴルフが盛んです。強いゴルファーが、あー、飛ばしちゃったごめんなさい。ですが、トッププレイヤーの顔ぶれは変わらず、新しいスターがもっともっと現れることでゴルフがさらに、まあ確かにね、新人がどんどん出てこないとね、良くないとは思います、確かに。各地を私が、あんたがスカウトしてくれたの？見る目あるじゃない。皆さんがプレイした結果はスマートデバイスから送られ集計されます。上達に合わせてしっかりサポートしますね。コーチとはまた別なのかな。トーナメントで勝つためにはまずは練習です。コーチに教わったりコースでラウンドする中で実力がついていくでしょう。それでは所属式は以上です。皆さんの活躍を楽しみにしています。もっとなんかパーティーの立食パーティーみたいなのないの？バルさん、俺だけ特別に呼ばれた。練習に向かう前にキャディーマスターに会ってください。
左手側に道を進めばすぐですきっと良いことがありますよ。キャディーマスター、会えば分かりますよ。あなたの活躍を期待しています。このさ、会えば分かりますよっていう前にさ、前情報欲しくない？さすがにさ、こういう人でざっくりこういうことを教えてくれるみたいな、そういうの欲しいと思うんだけどな。プラスボタンでデバイスを開けます。はい。おーおー、あ、マップが見れたりステータス見れたりとか、あ、装備とかもあるんだね。はいはい、オッケーオッケーオッケー、なるほどね。ウェイヤー、キャディーマスター、あらさんさん、あ、おーおー、あ、青め、青い青いキノピオがキャディーマスター。やっぱりバルサンさんですね。俺のこと知ってんの？あなたは待ってよ、待たれてた。怖いな、なんか受け取りに来た。いや別にいらないでしょ。知らないみたい。知らないよ。あ、クラブか、確かに。いや、ないなと思ったんですよ、さっき装備見たときに。あなたのクラブセットです。ちゃんとあなたの体にフィットしたものです。優しい。特注ってこと？オーダーメイド？高段たちが打ったボールの場所まであなた。え？いやいや。え、なんかさ、ゴルフ場にあのカートみたいな。え？自分で走るんですか？プロクラブも自分でかかり走るんです。はい。心配です。え？ジオンも必ず持っていく必要はないです。ハウ7本を入れました。もっと増やすと。あー、なるほど。あ、その重さもあったりすんの？クラブセットです。中身を覗いてみてください。ありがとうございます。いやいや、7本でも結構重いぞ。合わせた場合、クラブセットはプレイスタイルによって変化しますが、今回ドライバーからセッティングしました。はい。クラブ変更したくなったら私に声かけてくださいね。OK。あと、この人が、キャリーマスターが、その、いろいろね、装備品をくれたりするのか。確かにお渡ししました。大変使ってくれると嬉しいです。ちょっと打ち心地試すためにさ、ちょっとその頭貸してよ。イエーイ。さあ、あなたのゴルフの人生のスタートです。この先にレッスン場があるんで、早速練習を。終わりました。素直に練習しに行きましょう。ごちゃごちゃ言う前に。あと、この動画始まってからさ、ずっと喋ってるからさ、早くゴルフをやりたいんです。うわー、楽しみだな。ゴルフをさ、なんだっけ、打ちっぱなしみたいなのは行ったことあるんです。ちょっとね、話しかけるのやめとくね。ちょっと時間なくなっちゃうわ。ドライバーのレッスン受けますか？レッスンの前に打ち方、ああ、一応確認しとくか。ちょっとチュートリアルでカットします。さあ、いよいよ練習が終わってね、めちゃくちゃチュートリアル長かったんで、ここからやっていきますよ。なんかもうチュートリアルが長すぎて、ちょっと眠くなってきちゃったもん。ということでね、今回なんか3人で9ホール回るっていうことみたいなんだよね。Ready? おうおう、ピンクヨッシーとキノピオがいる。さあ、負けないよ。ここでしっかりと学んだことを生かして打つ。あー、やばい、なんかずれたぞ。もうずれた。走れ走れ走れ。しっかり走っていく、しっかり走っていく。いいね、結構まっすぐ飛んだね。結構まっすぐ飛んだ。コインとか取っといた方がいいかな。コインは取っといた方が良さげな気はする。あ、もう走りすぎるとね、スペシャルダッシュみたいなの使えなくなっちゃうから。あ、これダッシュできる。いいね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 。あ、いいね、俺が一番飛ばしてたね。いいよいいよ。ここでしっかりと前に飛ばしていく。あ、めっちゃずれるな、タイミングずれちゃう。どうしたんだろう、どうした俺、どうした俺、本気出せ。ここでポーンと、はい、打ちます。今ハイパー、いいんだよな。お前らの戦いに興味がねえ。さあ、決めろよ。一発で決めろよ。しっかり丁寧に決めて、決めてこい。